妹よ、今日は戦車には乗らず、プライムゲーミングさんとのコラボイベント、ダブルジングルの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。今回のプライムゲーミングさんとのコラボイベントは、現在開催中のゲーム内イベント、ホリデー作戦にちなんだものみたいだね。うむ。そしたらまずは必ずもらえるものからだね。目玉はクリスマスツリーがモチーフの 2D スタイルで、そこにシュワちゃんとミラちゃんの、これまたクリスマスって感じのデカールがそれぞれ6枚ずつ、そしてダブルジングルっていう勲章が1個、それからプレアカ3日分と、勝利時経験値5倍券が10枚だね。いつもならデカールは3枚ずつ、プレアカ1日分、ミッション券も5枚なのに、今回はどれも倍もらえちゃうんだね。うむ。普段よりもお得になってるね。それとホリデー作戦関連のリソースももらえるっぽだね。次に毎回恒例の選べるプレゼントとして、今回は14日間のレンタル車両が、ギア8プレミアム戦車さんから、フランス重戦車のソメアさん、アメリカ駆逐の TS5 さん、アメリカ重戦車の T77 さん、そしてアメリカ軽戦車の T92 さんが選べるね。今回は選べる個数がいつもの2個じゃなくて3個な上に、レンタル期間も普段の10日から14日と増えてるね。うむ。それと各々の戦車がどのくらい強いのかに関しては、名前の下に北米サーバーでの直近30日間の平均勝率を載せさせてもらっちゃったので、よければご参考までに、だね。それとレンタル車両がいらない場合は、勝利時経験値5倍券が5枚か、アメリカの食料、コーラ5個も選べちゃうね。いいね、お姉ちゃん。ちなみにお姉ちゃんは何を選ぶつもりなの？今回 T92 さん以外はすぐ乗れる搭乗員さんがいるんだけど、重戦車さんたちは時期がちょっと悪いよね。あわう。でも今 BZ176 さんが大量発生中だもんね。ソミュアさんも T77 さんも、弱戦車ってわけではないけど、BZ さん相手だと油断に砲塔正面を貫通されちゃうから、環境面がちょっとあれだよね。というわけなので、ミッション券とコーラをもらって、あとは気分って感じかな？了解だよ姉ちゃん。それから恒例のコラボイベントミッションもいつものようにあって、報酬はこんな感じだね。ミッションクリアの条件は、ギア4以上でランダム戦をプレイ、勝利時にスコア10位以内に入るとトークンがもらえて、全部のアイテムの入手には、トークン90個を集めることが必要になってくるね。今回は開催期間が1ヶ月あるから、特に意識しなくてもそれなりにクリアできちゃいそうだね。だね。そしたら一通り紹介できたし、今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。